武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回はお茶の水女子大学の科学の勉強について話していきたいと思います。科学ですが、理学部科学科は大問4つ、それ以外の学部学科に関しては、大問2つという構成になっています。制限時間に関しては、2科目で180分か、まあ、1科目で90分かという形ですね。これは学部学科によって異なります。で、問題の構成ですが、まあ、理論、向き、有機の中でも理論が基本的に出題率は高いですが、まあ、有機、向き絡めた問題も出ますので、まあ、理論が必須、でそれをもとに向き、有機もちゃんと広げて前半に苦手分野を作らずやっていくという形ですね。で、結構理屈などの理解ができていないと、解けないような問題を聞いてくることも多いので、単純に問題が解ければっていうよりは、講義系参考書など、しっかり読み込んでおいて、これってどういうことみたいな理屈が、ちゃんと分かる、まあ、数学でいう証明問題に、近いようなことが分かってないとできないものも結構多いので、本質理解、基礎の理解っていう部分をしっかり、心がけておきましょう。で、聞いてくる問題そのものの難易度に関しては、基本的には標準問題が中心です。ただ、全てがそうかというと一部難しい問題も含まれているので、マーチレベルまでは必須、余裕があれば総計レベルまではやっておきたい程度の難易度という形ですね。で、ただその下手にその難しい問題をやるよりは標準問題を幅広くやっておいた方がいいかなとは思います。で、特に有機に関してはですね、ちょっとその現役生なんかだと、まあ、後手に回っているケースも多いかと思いますので、有機の問題演習なんかは少し多めにやって、まあ、あとは科学2の範囲の理論のところなどですね、この辺りは重点的にやっておいた方がいいでしょう。なので、問題を解く力およびそれを説明理解する力、どちらも鍛え上げておくことが必要だという意識を持って、取り組むようにしてください。で、実験などの読み取りの問題も結構、多く出ることがありますので、資料集などもしっかり使って、実験過程などを追っていったり、今何してんだろう、これどういうことなんだろうという経過の、途中経過ですね、の理解も、できるような、勉強を心がけてください。以上が科学の勉強となります。